どうもタツです。今回はですね、星のカービィスターライズの続きをやっていきたいと思います。前回ですね、前回は新生ドルムアーツと小惑星メラーガの方をやってきました。そしてこちら大魔星マジュルハロがマジュルハロー、ん?マジュル、違うね、マジュハルガロアの方のね、ところに行けるようになりました。なので今回は、大魔星マハジュ、マハジュハルガロア、ごめんなさい、マハ、ん?マジュハルガロアの方をやっていきたいと思います。ではでは、やっていきましょう。今回レインボーピースのみスイッチがないということでね、どういう風になってくるかわかりませんが、やっていきましょう。おお、なんか要塞、お城の中って感じがしますね。あ、今回の、パートナーたちですが、グーイ、メタナイト、デデデだよ、で、いきたい、やっていきたいと思います。ではでは、皆さん、よろしくお願いいたします。しますね、なんか雰囲気がまた違うんでね、なんか重厚な感じというか緊張感が溢れております。おお、ちゃんとちゃんと早く行かないと潰れちゃ、潰されされ、あの橋、あの壁に潰されてしまうわけか。気をつけなくてはいけないな。ちょっと作動するのか動くやつか、ピンポイントない。ボム、おりゃー、ボム対ボム投げ合うな、俺もお願いします。すごい、おにゃ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 、はい、スプラボム、はい、ボムボムボムで爆発しちゃうぜ、みんな。ウォーター高い、おにゃ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 、みんな敵をいっぱい引っ込み、我が引っ込み、ビジネス爆弾のマナを張り巡らせる。さあ、用意してきたものはみんな一行だ。行け行け、クラボム記録。敵にはなんかおかしなエールしてるかもしれんけど、クラボム記録じゃ。おらららら ら, ら、最後クラッシュ行きました。だいぶ効いた、落ちちゃった。俺何してんの、なんでよ、今じっとしてれば落ちなかったじゃん。今しまったぜ、もったいねー。後ろ向いてる、ちょっと高い、はい、ボームサンキュー、はい、クラボームで、みんな気に入り気に入りでね、巻き添えだよ、おらららららら、らよーし、いっぱい仕掛けとくぞ。おれれれれれ、お祭りじゃー、めちゃ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 、まんべんなく、うん、勢い余ってーカーリング攻略だ、グー優秀すぎ、あーやややや、投げて、あらどうです、ダメージ食らってんだよね、これぐらいでね、おれれ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 、おう最高、はい、みんな回復、さっきはね、急余ってましたからね、おやスイングスイングスイング、水使用の爆弾で、ほら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 、ウォーターアクア爆弾どうじゃい、わお、これはわー、なんとかなりました。勝利の祝砲ドンドン、なんて、まあ爆弾が残ってただけですけど、あいしょーい、ねー、はい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 、今日も満点で倒す、おりゃ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 、よし、あーめんどくさいですね、あ、持ってると全部できないので、ではでは、これを向かうやつかな、はい、みんなの力を一つに、ドゥク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 、フレンズ転がり、なかなか体柔らかいですね。
すごい格好になってたけどな、一瞬撮った時は。よいしょ、あ、ジャンプ失敗しました。今のは私が悪い、いや常に私が悪いのだが、いやー、やっちまいましたね、私としたことが。せーの、ほい、失敗。うん、タイミング難しいのかな、俺には。同じ場所で二度落ちするとはな。終わって、あ、全部いけてよかった。偶然だけど、スカーフィーがすごい勢いで早すぎた。ワンダップの意味がない。くそ、やりにきいっていうわけじゃないけどさ、なんかタイミングが、ほい、あ、これでいいの、ギリギリで、ギリギリを攻める、ほい、ワンダップ、ほい、よいしょ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 、もう一丁、はい、ドド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 ーン、レインボーじゃなかったけど、よし、あー、勢い余ってみんな気絶、あ、メタナイトだけ上の方でキョロキョロしてた。無敵だとか、気絶しないと、気絶しないと無敵だとか、もはや、もはやじゃない、もしかして勢い余って今突っ込んじゃったな。はーい、行きましょう、壊して、誰か足りない、なんか壊すものが。あ、メタナイトさん、よろしくです、よろしくお願いします。無理そう、無理そうですか。あ、ここお願いしますわ。あれ、勢いよく、それでいいの、それでよかったのかーい。今度はストーンか。あ、グイがいるから大丈夫だ、今度は。燃やしちゃった、俺のバカ。あれ、関係なかった、俺のバカはと思ったけど、なんとかなってた。あ、もうメタナイトに助けてもらっちゃいましたね。てか本当に俺のバカになっている。みんな急いで乗ってから入ってください。せーので、かい、トントントン、爆発じゃねえ、ボンバーくらい、そして横からトン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 、レインボー、メタナイトが届くかい。でもそれでもよろしい、ストーンだったらダーオで忘れてたよ。マイクで騒ごうぜみんなで。さあ、どんな感じに進んでいくのかな、ワクワク。よいしょ、あ、ここ強制的に使わなきゃいけないやつ、でもまだ使いたくないよ。フレンズさんたち、お願いします。僕はマイクを使いたくありません、今はまだ。みんな強いんだから大丈夫だよね。他力本願すぎる。わお、これはさすがに無理か。いや、みんな強い、強い、最高、ちょっと最強フレンズですが、ご飯の体力回復の供給です。またまたお世話になります。お世話になりっぱなしもどうかと思いますよ。いや、みんな強くてね、助かりますよ。だってこうやって動かないだけで敵を投げ倒してくれるんだもの。最低な俺、フレンズたち、友達に力を借りっぱなしって、借り基本がすぎ。うわ、少しだけ空気も、あー、マイク、これが欲しかっただけだよ。まだなるの、つうか普通に強え、フレンズマジ強え、上位優秀すぎ、マジで。そしてこのメタナイトとグーイのこのコンボがあればもう負けないじゃん、本当にガチで。うわ、すげえ。そして陛下のあのハンマーのパワーで圧倒じゃん。俺ハヒデモタイになってね、逆に。わあ、落ちるかと思った、びっくりした。ここでぐるぐる回るっちゃね。はいよー、ぐるーん、また協力していこう。
いや、俺協力さっきしなかったのに一方的に協力しようってひどい話だよね。俺言っときだから自分勝手だね。俺都合のいい時だけ力を貸そうって、あとは任せたっていうことがほとんど。マイクを残した意味がねえ。やっちまったぜ。本当に俺足引っ張っとるやんけ。なんとなんか非常に悲しい自分でも。おっ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 ブレーキはブレーキはあれが取れるんだな。レインボーのやつがこれ見とないと本当に丈夫なの。こっちは必須です。でも大事です。ピース。そしてこちらはマキシムトマト。じゃあ、あれ、レインボーピース取ったっけ？記憶がないけど、また取ったのかな？いや、回れる場所は回ったはずだからね。大丈夫なはずです。ゴールゲーム。はい、どうです？これで1位達成。いかない。いかないんかーい。はい。ワンナップもついでに取れてるはずだけどな。レインボーピース自信はない。よかった、どこかは覚えてないけどちゃんと取れてたわ。なんか覚えてないこと多くね。必死になりすぎ。お、もう一個こっちにあるのか。奥の方のところに。ほう、これが進化こう、うん、読めなかった今ちゃんと。人工衛星エンデですか。ではではやっていこうじゃないですか。ここもレインボースターのみなんだね。やっていきましょう。はーはー、やっていくぜ。あのリーダーですね。三万人うわみんな犠牲になってしまった。どうしましょう。三魔神たちのあのリーダーさんですね。お友達みんな失っちゃったよ。寂しいね。ああ一人ぼっちだ。一人ぼっちで行くのかよ俺。みんな友達強引に、あなたの友達ジャハルビートさんワンツーで友達になろうぜ。かりそめの友達。いやそんなことはないさ。思わぬところで友達を失うところ失ってしまったか。チェンジボブさん、みんな一緒がいいねこれで。はい、ウォーターボーム効果あるかどうかは分からん。急須を取りつつ、おう、こう気をつけつつ、はい、ビート、必要かどうかは分からんがとりあえずつけ用意しとく。よいしょ。おやー、水鉄砲じゃなくて水の爆弾で。よいしょ、痛い。あ、いない。おい、いない。だと？おやー。はい、ないとよ。潰されちゃうんです、ここは。あぶね、あぶね。たまーにね。発生し、いやよくイージーミス起こしてるけどね俺は。それでもだ、そう、ここもね非常に難しい。しょうがない。よいしょ、なぜここで解放された。よいしょ、行くぞ。おりゃー、ここも危険そうですよ。あ、友達はぐれれば、ブッフー、欲張りはダメ
だよね。そうなんだよね。分かっちゃいるんだけど、でもさ、欲しいじゃん、ピース。どうしても欲しいもん。今日忍者になるんです。痛い。くれ、なんかくれ。乗るの、あ、これ乗るのはまずかったかもしれない。危ない。挟まれて死ぬかとところだった。シンプルに危ない。こりゃ厄介やね。気をつけんと。よいしょ。はい、みんな。仲間。みんな、仲間大事。ブリ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 。おやー。電気をやるってどういうことやねんな、俺も。早く開けー。開いて、扉。ピンチャイ。そして、いいですよ、これでな。下に行ってな。これ取ってな。降りてね。どうやって行くんだろう、これ。自動的に登っていきましょう。あー、登りすぎー。こういうこともあんのな。失敗だ、やり直し。もうあそこ難しいんだから失敗したらダメ。一発取りしないと。よいしょ、潰される前にほい入って、はい取って、急加速に気をつけましょう。急加速気をつけよう。ちょっと早めに動く。よいしょ、ちょっと早めに動いたから取れた。レインボーピース、これで全部ピースをゲット。よしよし、ミス、よかったよ。さっきうっかりミスしたからな。それはちょっとびっくりしたからな、自分でも。おや、あとは地道なんて進むだけじゃい。おりゃあ、おりゃあ、痛い。さあ、痛い、ほら痛い。もう知恵の輪みたいになっていくわ。バカ野郎、俺何やってんねん。あんなところでツンと潰されるなよ。で、あれレインボーピース取った判定なってんのかなってんのかな。ちょっと失敗なってるとは思うんだけどね。一応国大丈夫ですね。よかったよかった。同じ場所から出たら危なくね。まあ、大丈夫だったね。同じ場所に出てきました。よいしょ。ビームビーム。移動が早いって楽じゃ。よいしょ。はい、隠し扉。お、うい。気をつけないと潰れちゃうんだよ、ここも。さあ、次のところ。あー、この動くやつあんま得意じゃねー。もうレインボーピースを取ったのだから空中でふわりふわりと動くだけでクリアできるのさと思ったら、ここに出てくるというね、扉が。もう気づかないとね、やばいやつやね、これは。さあ次は、あー、そうか、いるんだね、そしか。全個 P 能力使えるのか。そしたらあれストーンになった方がいいかな。あれストーン、あーストーンがなくないですね、ストーンは。あら残念。じゃあ俺が強いになりますか。みんな誰がいいのかな。うーん、遠距離ができるやつ人たちがいいか。これで割といいかもしれんかも。まあ分からんのだが、実際は。入ります。闇のハートを追って、フレンズたちはついに封印の祭壇へたどり着く。邪魔ハートが集まってゆく。誰だ、あの人は。止まれ、ずんぐりピンク。あの邪魔ハルトから、はい、生還すると、
あのジャムハルドが生還するとはな。その分だとキッスもルージュも退けたのだろう。だが神聖なるハイネス様の祈りは誰にも邪魔させない。最大するライガザンパルジパルルザンパルジティザンパルティザン主であるハイネスに絶対の忠誠を誓うサンマ館のリーダー。ただその主にも長すぎる名前をまだ覚えてもらえていない。長すぎるのかい。ちょっぴり虐げられても拾われた恩義からまたそのカリスマ性に陶酔し心から敬愛している。ちょっぴり長いんだね名前って先生は。そうなのか。まあ俺噛みまくって俺もか俺噛んじゃってるけどすっかりとパルーティーならちょっと長めだもんね。すごいんだよね、一番ね。これは分かってるから。アーティストが一番目から上がってきた。いやー。いやー。気をつけないとね。危険だぞ。で、あー、ビリビリ。うわ、強すぎる。それが強くて当たり前だけど半分まではいたぞ。わあ、ぶち切れられても、俺は行くしかないんだよ。わあ、またか考え代行。いやあ、大事大事大事強いよいしょ。いや、本当に強いかな、強いかな。やばいやばいやばいんだよ。おーやー、アーティストでやるにはちょっと限界があるか。後ろはなんで俺が移動したんだ。危ないぞ俺。当たってくれ俺の攻撃でね。大丈夫俺、大丈夫だよ。大丈夫だよ俺。どこ、こういう時に回復アイテム待ちじゃ。みんなの回復は僕がする。おりゃー、ちょっとね、みんなもちょっとね、俺もちょっとビリビリ痛い。いくが足りない。おりゃー、痛い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 。これでも行く。あー、ビリビリもう一回。おりゃー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 、まだもうちょっと行くが足りない。おりゃー、おうおう、こっちが来る。ほら、おいったい、はい、すごいな。いやー、しびれてる。さあ、みんな回復の時間だよ。はい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 、みんな回復。とりあえず俺が重要なんだけど。はいはいはい、よく分かんなかったけど今。ありゃー、痛い。ありゃー、痛い。ほらー、すごい痛いで、強いですね、やっぱり。いや、強すぎでしょ、パワーが。よいしょ、よいしょ、よいしょ。俺もそうそう負けたくないっすよ。おりゃ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 、あともうちょい。いや、へぇー。コピー能力が集まってる。こういう場合は。おう、大事なところ。大事、美味しいところをフレンズたちに持って帰っちゃった。あ、ハイネス様。この人がハイネスか。うんじゃ、何やら騒がしいですね。こ、怖い怖い、この人怖いです。なんかあなた邪魔です。あ、かわいそう。信頼してたのに恥かはたさかっ叩かれてる。なんてか、なんてひどい人なんだ。あんなに慕っているのに、慕ってくれてたのに。ハイネスさん、冷たいっすね。さて、我らが神の復活にはエネルギーがまだ足りないようですね。
それはもう我々は滅びの道をたどるしかないのでしょうか。いないというわけでして、わかんないです。復活儀式を邪魔した誰かさんには、ピココのママに、死んでもらいますです。いいよ、いきなり死ぬのよ。マシンガン入る。いや、不気味さマックスやん。相手怖すぎ。自らが崇める破壊の神を蘇らせようと企む男。だが儀式に失敗し、銀河中に闇のパワーを振りまいてしまう。そして今、すべての闇が封印の祭壇に集まろうとしている。フレンザスよ、破壊の神の復活を阻止するのだ。そりゃあ、強い相手、そう簡単には勝てないぞ。強い相手だぞ、こっちは。相手はさあ、フレンズたちの力を合わせて精一杯行くぞ。帰って。でも空中だからあんまり怖かねえ。音楽って不気味さマックスだぜ。おりゃー、ハイネス覚悟。あんまかんない子たちとは気づけないように親愛してたじゃないですか。なんでそう教えてあげちゃうんですか。あなたはまたもう僕の代わりに仕分けしちゃいますよ。おりゃー。あ、これでも攻撃できるかい。気づかなかったよ。よいしょ。いや、暗い。正義。あ、か、闇じゃない光のハート。ぶん投げるだけ。おりゃ、おわ、火柱。みんなごめんよ、フレンズたち。よいしょ。いけ。おりゃ、あら、コピー能力もない。あ、面白い。待って、コピーの。はい、燃えてる場合じゃない。コピー能力が取れちゃうでしょ。なんか知らんけどファイヤーになった。不気味とマックスハイネス。怖いわ、サンマカンたちの子たちを操るのかよ。怖いな、見てくれ。なんかポイント強すぎ。うわー、えぐい。なんか投げてる、すげえ。うわ、なんでこれ、なんか投げてくれ、やばすぎやろ。うわ、僕のフレンズも復活させてあげないと。水追いの状態でやるのよ、きついぞ、これは。うお、アーティストじゃないの、きつ。またフレンズが復活。俺も引っ掛けたけど、ワンツーいい、やばい、痛い。おや、ハイネス強いじゃん、普通に。やべえぞ。わ、死んだ、私が死んだ。ってことはまたハイネス1回目かな？ってことだよね。うわぁ、その前からか。きつい。どうしよう。アーティストで回復を狙うしかないな。そしたら、
難しいところではあるけれども、違う、コモじゃなくて違うね。正直どの能力がいいのやら。チリを入れるのかそこで。いや違うな、どっちかっていうと攻撃寄りの方を選んだ方がベストだろう。つまり俺が選ぶべきは誰でしょう。ボムを、違う、あなたじゃない、こちらを選んで、氷系、風系のやつってどれなんだろう。正直わからん。それで、そう、これでウィンガーボムを先にやっといて、その方がいいんじゃないかっていうことよ。まあ、自信もないんだけど、根拠もないんだけどさ。そして、こっちで、攻撃寄りを作っといて、よいしょ、みんな風になれ。みんな風にしといて、これである程度はいけるか？いや、シンプルに難しいね、やっぱり。ああ、ハイレス戦なんだ、やっぱり最初は。いや、電気系なんだよ。もう一回ハイレスアゲイン。弾幕の敵を操っている。もうなぁ。あー、痛い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 。おりゃー。おりゃー。おりゃー。いけー。力の限り。おらー。ボムすげえ、おりゃー、いけー、おりゃー、あ、なんかすげえことしてる。うわー、これ、フレンズ能力。フレンズ能力っていうか、なんていうか、これ。潰れたら痛い。痛い。うわー、ウィンガボムなくなってない。これはかわす、これはかわすの難しいの、これ。いやー、そういうの、そういうの聞いてもなかったな。コンプレックスであった素顔を露呈して、ハイレスの狂乱の踊りが始まった。意識のないサンマガンシスターズをまるでデク人形のように扱う姿は正気の沙汰とは思えない。この悪夢のような戦いを終わらせ、全てを救うんだ。救うぞ、俺も。おりゃー、救ってやるじゃん。おりゃー、ハイレス、おりゃー。おりゃー、また壁にしてんだね。おりゃー、おりゃー、おりゃー、とどめだ、おりゃー。どうじゃい。ハイネス、どうぞ。おのれ、まさかこのハイネス様が破れるとは。何をする気だ、ハイネス。生贄さえあれば。何をするか、ならばどうする。知れたこと。最高の魔力を持った者たちを。おい、サンマ缶の子たちよ。
生贄にしやがったぞこいつ、なんてことをするんだ、ひどいやつだな本当に。もうそしてかくなるはこの我が身をもう破壊の神へ捧ぐ。お前狂ってるぞマジで、何を正気じゃねえんじゃろ。さあ蘇ってくださいよ我らが神破壊人破人エンデンニエル。なんちゅうえぐいことをしてくださるんだエンデンニルが。生まれてしまったではないか。おい、そんなことをしてどうするんじゃい。オースターアライズリンダで乗っていくぜ。てか HP 足りないけど大丈夫かしら。じゃあみんな力を合わせて本当の最後の戦いへ、ティンクルスターアライズ。おっと危ない、スタートボタンを仕掛けた。続く、続いた。ピース揃った。お、イラスト完成。Fight for the crown。 4枚目のメモリアルイラストが完成した。イラストギャラリーへ見に行ってみよう。無事に完成したわけだ。セーブ中。最後の戦いへ。伝説の秘宝ティンクルスターアライズになってフレンたちの冒険続く。星のカービィスターアライズ。おお、正直ここを最後のパーツにしようと思ったんだけど切るタイミングがなくなりました。なのでこのまま続ける、続けるよ。というか一発で倒せる自信もないしね。倒せなかったらまた次のパーツにさせてもらうぜ。おー、こいつが魔人エンデンリール。強いぞ。どこを狙えばいいのでしょうかね。まずは少しずつでもね、お、あの目を狙えばいいんだな。後ろに回ればなんかこれあったよ。そういうことなんだろうよ。後ろに回り込めっちゅうことなんだろう。ほら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 、もう倒せるだろこれで、ね、ほらいけちゃうよ。ほらほら、最後はどこだ。頭かな、頭じゃないの、頭だね。へへへ、
買わせるぜ、ここだったら。おっしゃー、開いたー。でも大丈夫、死ぬことは絶対にないから。ほら、ま、奥の方に行って、こっちからこっち、手前の方に行けば、ほら、変的だよ。倒しちゃうよー。おりゃー、そりゃー、なかなか、たた、知らないからな、俺はその方には。ほら、真ん中かわしちゃって、おい、壊しちゃった。変的に倒しちゃった。もう中から何か出てきたぞ。お前は何だ。あ、これ中に入るのね。おお、これはなかなか。うわ、エンジニアの内部怖さマックス。俺死にかけや、お前相変わらず。うわ、なんか何かマックスや。いやー、でもそうそう死ななさそうだな、俺も思ったよりすぐに出られちゃうと思って大丈夫そうやな、俺と思ってるより。よいしょー、さあグイ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 いけちゃってるよ。あ、決まった、ボムを。すげえ、みんな引っ張ろう。カーンと湧いちゃったよ。うわー、みんな出てきたよ。さあ行きましょう。うわー、もう行った。うわ、翼が生えた。よし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 おっと、こっちに壊されて、壊していかないと。さあ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 。ああ、思ったよりもいけるね、これは。ああ、ここでうまく止まってキャインってなってた。そこで狙いつけるやつか。でもそんなこと関係なく、狙い、またまた、フルボッコだったぜ、俺。こっち側の腕、あららららら。お、なんだ、見えない、これは。かわしながら、かわしながら、風に。よし、かわせた。おじゃらら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 らお、これは行けちゃう系ですかね。マジか。おりゃおー。おー、すっげえ盛り上がる。うおー、かわす。かわしたら、あら、かわせない。はい。と思ったけど大丈夫なのか、これは。これは。どこだ最後は。おや、背中。おらら、もう一個背中。おや、もう一個おまけに背中。よっしゃ、いいぞ、いけるぞ俺。頭だ最後は。おら、とどめちゃん。おや、これが来た。でも大丈夫、それぐらい変わってないと。どうする、よいしょ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 
うわぁ、赤い4層の敵、下から来た。おぉ、でもかわしやすいのに、惜しいと思ったら食らった。痛いぞ、これは。うわぁ、ほいよ、あれ、うまくいかなかった。でも頭ならこうやって下から上にすれば大丈夫じゃん。ほらほらほら、おにゃー、おにゃ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 、うくわー、いったろ、これは。おう、エンデミル、これは、あれでしょう。え、まだ中に入る、マジかよ。またですか。おお、なんか不気味さがマックス。いや、怖っ。エンディング再び。見たことないんだよ、今。でもこれで最後の戦か。やべ、操られた、みんな。それは嫌じゃない。それは気をつけんと危険やつだよな。怖さマックス。いや、ここでやられるわけにはいかないぞ。エンデニル大戦、笑ってるじゃねえか。エンデニル怖いよ。逆にどういうこと、どうして何が笑ってんだ。うわ、ゴヨン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 来てるぞ。怖い怖い。よーよーで、いらっしゃい。でもあいつももう少しや。うわ、怖い目に向けられてる。みんなをなんかダークボタンみたいな感じなんだけど、うわー、空中にいないとダメなやつ。よいしょ、あー、空中にいってもダメなやつ。うわ、みんなガチ、みんなが狙いつかれないの。俺がなんとかしないといけないんだ。そりゃー、よし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 、みんな助けるからな、そんなちゃんと。うわ、なんかえぐいの来たよ。また一回対策しないようで、俺も死んじゃったら悲しいんだな。いやー、ぐだぐひぐひぐふ。うおー、あともうちょいやね。あと何個だ。おーおー、うおー、これでもう勝ったことになるのか。そうか、エンデミル、なんか出てきた、怖っ。いや、もう勝ったんでしょ。え、まだ負けてないっていうのか、君は。刺激の攻撃が始まる。おらー、連打で押し立て、負けねーよ。うわー、スリースチック、ごちゃ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 、おやー、ほら、もう一つ、お、これはね、うわー、ボタン連打全部、おやー、さー、あー、スリーディスチックやんけ。うわー、あっ、いいよ、わー、なってまよー。わー、いけー、いったろうか、これで。フレンズたちのみんなの力を借りて、今すべてのフレンズたちの力を借りて、今この一撃すべてを込める。
げえ迫力。寝てますか。よく頑張ったね、カービィ。宇宙まで旅立てて。友達、フレンズたちがみんな気にかけてくれたよ。帰ろう。自分たちの星に、すべてが終わったら、終わったんだ、これで。よかったね。さあみんな行こう。すごいね、今すごい感動っていうか胸いっぱいの気持ちなんだけど、ここで言うのもっていうか、みんな見てる人たちみんな気づいてると思うけど、まだエクストラステージまだやってないよ俺。だからまだエクストラステージやってからさ、ラスボスやる予定だったのよ俺本当は。だけどなんかあそこまで行ってさ、そう戦ってったらさ、そのまま一気に最終決戦まで行っちゃってさ、こういう形になってるわけなんだけど、本当は全部やってエクストラステージも全部クリアしてさ、それでね、やっぱこういうエンディングって出したかったじゃないですか。まあ、見れたことは非常に嬉しいんですが、思いとしてはかなり複雑な思いもあるというか。でも一言で言えるなら、まあエンディング出して本当出せてよかったなって思う。ノーマルモードのところ、ノーマルのストーリーはこれでちゃんと一回りしたっていうことなんだなって感じますね、すごく。非常にね、嬉しい気持ちといろんな気持ちがね混ざってはいますが、こうしてね、おお、陛下だ。吸い込めるわけじゃないよね、さすがに。おお、こうやってスコアが競えるんですね。楽しい。エクストラ、もう一つのエクストラみたいな感じですごく楽しいですね、これは。すごく。おお、いろんなところにハブブロックがありますよっていうのを教えてくれますね。よいしょ。いやー、よかったね。楽しかったよ、非常に。楽しかったよ、非常に。やっぱりフレンズたちと協力し合うというのは非常に楽しい。本当に楽しかった。まあまだ終わってないんだけどね、もちろん。まだまだ、私やるものがあります。そう、ここからね、まだねステージ4の、エクストラモードをやっていきますから、まだまだ僕の旅は続いていく。というわけで皆さん、今回のパートはここまででございます。
皆さん、ご視聴のほどありがとうございました。皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。次はエクストラステージやっていくぞ。And more。 さあ頑張ってやっていくぞ、エクストラステージ。フレンドヘルパーで大冒険、星のまぜまぜが遊べるようになりました。だと、そうか、まだまだ本当のところはまだ終わってはいないか。さあ頑張るぞ。